тихо! いい加減にして。手柄取られんのが嫌か。出てって。どうしたんだ少尉。ただ話してただけだ校長。じゃあな。何があった？何でもない。ウィーバーは爆発で何でも解決できると思ってるの。バカみたい。バカだな。ほら。ありがとう。やめてくれよ。何なの？礼を言うのをやめろってんだ。言われるたびにくだらない要求書を渡されて使いっ走りにされる。くだらない？いや、そう思ってるわけ。そういう意味で言ったんじゃ。私がしてることはくだらない。違う。違わないでしょ。ええ、そう思うならなんでまだここにいるの？なら教えてやる。俺はこの2年間フリーカーを殺してきた。この手で奴らの歯の間に挟まった肉が見えるくらいの距離でな。だから奴らを一気に始末する方法があるなら喜んで手伝う。でも俺が目障りなら命令すりゃいいだろう。少尉。待って、ディーコン。ごめんなさいね。その私にはただ最近魔女の任務ばっかやってるだろう。ちょっと傷つくぞ。ああ、いや、ああ、分かってる。確かポリスチレンが必要なんだよな。ああ、そうだ。見つからないようなら97号線に乗り捨てられたトラックがある。チェモーの南、給水塔の下だ。分かるか？ああ、そのトラックを見つけてポリスチレンを探す。それでいいだろう。頼んだぞ。じゃあな。
どうも、校長。サル、調子はどうだ。耳を持ってきたんだろ。オッケーだ。今日はこれだけだ。いいよ。校長、気をつけなよ。よう、校長、元気か。よう。まあ、いいだろう。んじゃ、校長、気をつけてな。校長。よう、カレブ。修理だな。すぐ終わる。そうか。じゃあな、校長。以上だ。ああ、郷長、よく来たな。で、そう来なくっちゃね。ええ、よし、毎度あり。郷長、面倒に巻き込まれんなよ。郷長、最近どうだ。見てか、少尉。いるか。あ、セントジョン校長。マシュー、大佐がいるの。ちょうどあなたのこと話してたのよ。セントジョン校長、そうだ。ウィテカー少尉はお前を褒めちぎっていたぞ。任務を果たしただけです、大佐。結構だ。ウィテカー少尉の研究には遅れが出ているが、校長がいれば。マシュー、言ったでしょ。私の研究は爆弾の製造とは比べ物にならないほど複雑なの。ウィーバーとは。ウィーバー総理の研究は順調だ。同様の成果を出せないなら残念だが、人員はウィーバー総理に回す。理解したかね、総理。わかりました、大佐。頼んだぞ。なあ、おい、大丈夫か。今のは。ごめん、もう行く。セントジョン校長、聞こえているか。応答しろ。了解。校長か。ああ、緊急事態が発生した。ある将校が脱走してな。ああ、将校が。最悪の背信行為だ。下士官2名を殺害しバイクで逃走した。サウスリムドライブで目撃されている。奪われたバイクはタンクが青い。奴を追え、校長。了解。すぐに追跡します。校長、殺さずに連行しろ。殺さずに。奴は公私刑に処する。見せしめだ。民兵の軍旗を軽視している者へのな。神聖な法を犯すことは許されない。
ああ、わかりました。以上だ。給水塔、ここだな。よし、この辺にあるはずだな。あとはウィーバーに頼まれたもんだ。次はこの近くにあるな。せえな、近いぞ。巣の匂いだ。この地ポリスチレンだったな。もっと必要だ。巣が近いな。匂いでわかる。巣があったぞ。また巣があった。燃やすぞ。もっと必要だ。あともう少し。あといくつか。よし、あと一つ。どこだ、クソ。この近くにあるな。巣だ、燃やしてやるか。
これで十分だ。地図に場所を書いて、残りはクーリの部下に取りに来させよう。さてと、用も済んだし、さっさと引き上げるか。ああ、クソ、クライアーだ。巣があんのかよ。巣を焼き払わないと勝った保証もねえだろうな。ショットガンの弾がいるな。それも大量に。